皆さんこんにちは。3分環境講座です。今日はですね、この番組はですね、3分間でできるだけ環境について話そうという番組です。今日はですね、単位変換について話してみたいなと思ってます。あのね、この前にですね、今日ちょっと 3分間しましょうかね。 OK。 あの数字にはね、意味がないっていうことを覚えてほしいんですね。例えば10、2、3.2 とか聞いてもね、分かんないですよ。10って言われても、2って言われても、3.2 言われても、分かります?意味が。分かんないでしょ?だからね、数字自体に意味がないんです。でね、これに単位、数字っていうのは単位をつけて初めて意味をなすんです。例えばですね、10メートル言ったら、なんか長いんかなって思いますでしょ?で、2キロ言ったら、なんかちょっと持ち運ぶには重たいなとか、肉やったら多いなとか。で、3.2、3.2、何しようかな。3.2、何しようかな。こんなん時間取れたらダメね。3.2グラム軽いかなと思うでしょう。だからね、数字っていうのは単位がなかったら意味が全くなさないということをまず覚えてほしいと。でね、だから問題はですね、今の学生見てたらね、単位を取って計算するんですね。数字だけで、これは良くない。だからわけわからないんです。何を計算してるのかっていうのがわけわからんってくるとね。だからね、この数字は単位をつけて初めて意味の数だから、単位をつけて計算するっていうのが非常に大切なんです。例えばね、この問題を今からやりますけども、100メートルを10秒で走る人の時速はいくらかっていう計算するときね、これを取ってしまうね。だからわけわからんようになってしまう。まあ計算全体そうですけども、だからこれはね、まず単位をつけて計算すると、そうすると自分が何してるか分かるということですね。でね、これ時速でしょ。時速やから、まずこれのね、時速っていうのはキロメートルパー1時間に何キロメートルかっていうね、話でしょ。車で言ってもね、時速10キロとか100キロとかあるでしょ。で、これで、まずこれを書くんですわ。ここに。いくらかなっていう。こっから始めると。どういうことを聞いてるのかっていうから始めると。ちょっと3分では無理かもしれない、今日は。ね、それで、これでね、で、これをね、つけるんですよ。この上がキロメートルの距離の単位ですよ。だから100メートルってつけるね。で、下が時間の単位から10、ここあるのは10秒しかないと。ということでしょ。で、これをこれに直したいわけですよ。だからここから変換していくんですけども、上はキロだからキロが欲しいと。でしょ。で、メートル、これのこういうことでしょ。1キロは1000メートルっていうことですよね。で、秒でも下はですね、時間が欲しいと。で、1時間は3600秒なんですね。でしょ。だからこの単位を消していくと、秒と秒消えますよね。これが割り算、これ掛け算ですよ。そういうふうになってますね。ほんでメートルも消えると。で、残ってる単位は上のキロですね。下の時間と、これを計算すればおのずと出てくるということですね。 100×1×3600 秒、これの下が 10×100 ですね。で、ここ1でもいいかな、1時間でも。とするとですね、
要するに36キロメートルパー時間。だから1時間36キロということで、100メートルを10秒で走る人の時速は36キロと、時速36キロということです。だからね、単位をつけて計算するって非常に大切、覚えておいてくださいね。では今日ではこれ終わりです。ではまた、さよなら。